アーニャちゃんか？こんな時間に外で何してるんだね。あ、課長パパ、こんばんは。あ、いや、うちにいても暇だったんで、ちょっと散歩してたんです。それより課長パパ、今日も男前やな。おじさんに男前とか、やめたまえ。それより、こんな時間に危ないから、おじさんが家まで送ってあげるよ。え？もしかしてあっちしてこのまま、駆け落ちしようと？バカ言うんじゃない。だいたいアーニャちゃん、駆け落ちって言葉、意味わかってるのかい？ガチャパパったら、冗談ですよ、冗談。あっちは中年に興味ないって。そうか。ま、それより、お家に送ってあげるから、とりあえず、乗りたまえ。はーい。じゃあ、お言葉に甘えて、隣、ええでっか？どこでもいいから、早く乗りたまえ。私が不審者だと思われるじゃないか。まあ、仕方ありまへんな。それより、あっち、お腹空いた。うちに帰ったら、ご飯でもあるんじゃないか？なんか私もお話ししてたら、お腹が空いてきたじゃないか。じゃあ、課長パパ、そこのラーメン屋寄っていきましょうよ。二人の秘密ってことで。悪い子だな、姉ちゃんは。まあ、二人だけの秘密だぞ。そうと決まれば、チャーシュー麺いっちゃおうかな。